はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビシです。信長の野望創造戦国歴史で真田幸村、信繁ですね、大阪の陣のシナリオ続きをやっていきましょう。前回までにですね、すでに大阪の陣で、敗北を喫してしまい、現在の勢力図的にはこんな感じになってます。いわゆる豊臣家ですね、はこちらの大阪城と岸和田城の2つの城を領有するのみというところになっています。ですのでこの後はしばらくはひたすらしのぐ戦いになるのかなと思うんですけど、しのいでしのいで、しのぎ切ろうというのがですね、主な作戦になるかなと思います。で、現在この大阪城と、こちらの岸和田城はですね、分断されている状態になっています。東堂高虎がここに出張ってきてますので、これをね撃破しつつ岸和田城を防衛するというようなところになっていくかなと思います。では、建設関係ですね、やっていきましょう。で、今タタラ場がいくつかある状態で、今はですね鉄砲鍛冶を作りたいんですが、鉄砲鍛冶を作るために必要な概念ですね、こちらの方がまだ推奨できていないという状況なので、奨励ですね、できていないという状況ですので、砲術ですね、やっていきましょう。木材不足と出てますので、木材を買っていきましょう。ご用を受けたまわります。で、ありがとうございました。砲術をやりましょう。これで、1ヶ月後ぐらいには鉄砲鍛冶が作れるようになると思いますので、それに向けてというところになっているかと思います。では、連兵場とかも、いくつか作っていっちゃいましょう。温泉があり、あたらばがありというような感じかな。連携場もう一個ね、バーンと立てていっちゃいましょう。じゃあ、このまま動きがなければいいんですけどね。では鉄砲鍛冶が作れるかどうかちょっと確認していきましょう。必要な概念が奨励されていませんと出ているので、まだ砲術ができてないですね。であれば、ちょっと全国マップの方に戻って、どうしようかな。制作を取り行います。できることがなさすぎる、できることがなさすぎるぞ。今雪村一人しかいないっていうのもありますからね。利水の奨励もしなきゃいけないって言ってるしな。どうしようかな。お金もあんまりないし、砂鉄もあまりないしという状況なので、ちょっと一旦ここは静観しましょう。生命を先月の終始です。報告いたします。勢力を少しずつ広げていくっていうことしかやれることがね、ちょっと今ないですからね。御用を受けたまわります。砲術が奨励済みになったので、ここで改めて鉄砲鍛冶を作っていきましょう。ここに砂鉄があってたたら場があるっていうことは、どうしようかな。まずここの武家町レベル3もったいないけど、ここを
鉄砲鍛冶にしましょう一つ。で今壊してしまった分武家町を作っていきましょうというところですが、お金がないので、どうしようかな。取引で鉄を買ってもいいんだけど、ご用を受けたまわります。買っちゃいましょう。でありがとうございました。武家町を作っていきます。ここは温泉か。でここは往来がいいのでって考えると、まあこの辺りに作っていくのが一番ベターですね。じゃあちょっとここの2つは往来もあるんですけど、武家町を作っていきます。で進出ができないね、できないので一旦ターンを切っていきます。でちなみにですね、ようやくあのタイの方にから帰ってきて、プレイの方を今してます。でちょうどあのタイから帰ってきた翌日かな、あのちょっとタイでねゼロがあったなんてニュースも見たんですけど、まあ、本当にねタイ自体はすごく楽しく、毎日過ごすことができたので、まあ、それだけにねちょっとゼロが起きたっていうのは非常に残念だったかなと思います。で、まあ、あのタイに行った初日土曜日日曜日でこの時がですね、ちょうど8月の6日7日が土曜日日曜日に当たる日だったんですけども、ちょうどタイの方では、国民投票、まあ、選挙があってですね、まあ、あのアルコールが全く飲めないというちょっと想定外というか残念な形でスタートはしてしまったんですけども、まあ、それでもね本当に、毎日毎日楽しく過ごすことができたので、まあ本当にね、いい旅行になったなというところですね。おっと進出ができないか。となると建設で商人町とかもちょっとこの辺り往来がいいので作っておきましょう。でまあ基本昼間はもうホテルから一歩も出ないと、まあ、とにかく暑いんですよね。日差しが日本よりも強くて、まあ、ただね、その期間、僕がタイの方に遊びに行ってる間、日本も相当暑かったというようなニュースは連日報道されているのを見ていたんですけども、もう本当にそれに負けずとも劣らずというぐらい、タイももちろん暑いところなんで、まあ、日中はもう本当に、ホテル、と、まあ、そのホテルの下に入っているショッピングモールから、全く出ることがほとんどないままです。夜、に、まあ、歓楽街で繰り出していくというのを毎日行っていました。なので、本当に昼間どっかに観光に行ったりとかっていうことはしていないので、まあ、テロとかね、そういうのが起きやすいのってやっぱり、なんていうのかな、観光地というか、人が集まりやすいところとかっていうことになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その点で言うと、ホテルの中から出ていないので、まあ、夜はね、歓楽街のに出ていくので、夜がテロ起きるよなんていうことであれば、もちろんその危険性はね、あったのかもしれないんですが、今回滞在したバンコクでは今のところというかね、もちろんテロ起きないでほしいんですけど、状況としてはね、そういう状況だったというところですね。ここでじゃあ、一旦、戦いに出ていきましょう。足軽と騎馬隊を、編成したいけど、まあ、ちょっと足軽弓でいきましょうか。で相手の兵力は2700、不動堂高太郎が出てきてるんだな。 OK だ。であればちょっと進出して迎え撃ちましょう。私がよ、まあ、夜はですね本当にタイの可愛い、女の子がいるようなお店に行ってお酒を飲みながらダンスをねしてるのを見たりとか、まあ、本当に楽しく過ごしたんですけど、1日目、まあ、疲れもあったのかな。まあ飲んだ量もそれなりにもちろん飲んだと思うんですけど、本当に社会人に入ってその新入社員の歓迎会とかでも飲んだと思うんですけど、そう考えると大学生ぶりとかですかね。だから10年以上ぶりぐらいに飲みすぎてゲロを吐くっていうね失態をしてしまったんですけども、まあ、それぐらい本当にね楽しく、毎日過ごすことができたので、本当にねタイの女の子たちに大感謝というところですね。本
本当に毎日毎日飲み歩いて7時ぐらいから飲んで、結局毎日3時とかそのくらいまでもうひたすらね女の子たちと楽しく飲んでました。で、女の子は何なんだっていうところなんですけど、まあ、そのバーとかで女の子とねお話とかをして、まあ意気投合すれば、まあちょっとね外で、デートしたりとか、まあ、そういう感じで毎日女の子と仲良く楽しく飲んでるんですけど、まあ、ミカミックスとかもね一緒にもちろん行っているんですけど、ミカミックスとかと会うのは昼飯を食べて、最初の何軒かね飲むところだけ一緒なんですけど、まあその後はもう各自自由行動みたいな感じになるんで、ミカミックスの方も十分楽しみつつ、音符をねガールフレンド音符の方をホテルでプレイをしていたと思うので、そちらの方のね、動画の方もチャンネルの方にアップされているじゃないかなと思いますので、お時間ある方はねぜひぜひそっちの方もご覧いただければと思います。敵が我が領内に向かっております。敵が攻めてきたか。ここは今ちょっと兵力を使ってしまったので、少しでも早く兵力を回復するようにちょっと考えないといけないですね。そしたら公家屋敷を建てておきたいけど、まだ寝室が終わってないかな。鉄砲鍛冶、鉄砲鍛冶。よし、そしたらこの後は牧場を建てたいけど、牧場が多分ないんだよね。であれば全国マップに戻って敵を迎え撃ちましょう。我が戦お見せしましょう。毛利勝長も5100が援軍で出てきてくれたのか。耐久が全くないからな。ここが4800、こちらが2700か。ちょっともうちょっと迎え撃ちたいですね。敵が我が領内に向かっております。そうか、包囲されると出陣ができなくなるんだな。であればちょっとこの兵力でも出陣するしかない。お見せしよう。加勢いたす。で、毛利勝長はなんで来てくれないんだ。もうちょっと来てほしいな。ここは何としても守りきらないといけないですね。で、修復をしていかないと話にならないな。で、領地の方に戻って領地の内政もしっかりやっておきましょう。ここは何があるんだ。砂鉄。お、牧場がある。これはでかい。牧場を建てていきましょう。概念が奨励されていないので概念を奨励していきましょう。馬術で、この辺りに公家屋敷を建てておきましょう。で、全国マップに戻ります。ここなんとしてもね勝たなきゃいけないからな。お、入ってくる。かしこま。岸和田城の領内に敵が迫っております。大変だな。一旦騎乗させましょうか。もう次から次に、ね、敵が攻め寄せてくる状況になっているので。ご命令ください。先月の終始です。領地内政もしっかりやっていかないと立ち行かないって感じですね。公家屋敷の周りに公家町をガンガン作っていきましょう。これで兵力と、まあ、いわゆる、六高ですね、米の収入を増やしていきます。
然します。でこれで魔術が奨励されたはずですので、これでやっていきましょう。で領地の方に戻って牧場、鉄が足りないか。タタラバは作れるよね。じゃあ先にタタラバを作っちゃいましょう。これで全国マップに戻ります。ちなみに次回の、海外旅行ですね、ちょっとその前に大久保忠政隊が5200が岸和田に向かってきているという情報が入りましたね。我が戦お見せしましょう。ここは出陣して迎え撃ちましょう。ちょっと待ってくださいね。なんで鉄砲隊が、そうか、もう今城主だからここで鉄砲隊を作る、建設するためには城の中で、城の敷地内に真田の行く鉄砲隊の編成するための鉄砲鍛冶を作らないといけないですね。うかつだったな。それは馬の鍛冶ですね。ご命令ください。先月の終始です。であれば積極的に進出していくしかないな。ここは砂鉄、ちょっとうかつでしたね。無駄な鉄砲鍛冶を作ってしまったわけだな。まあであれば牧場はね、まあ、一応作っておきましょう。というのもこの先城主じゃなくなる可能性というのも全然あるので、まあ、そんな余裕今あるのかっていうのはあるんですよね。まあ作っていきましょう。で大久保忠政5200に対して味方が雪村3400、勝永5300、これだったら撃退をできそうですね。ご命令ください。報告いたします。お、ちょっと兵力がやばい。まずいな。これは毛利勝長が援軍できてくれないと。敵が我が領内に向かっております。勝長何してる。おいお前マジか。真田の位置お見せしよう。勝永さん、援軍に来てくれるわけじゃないの。だいぶ冷たいじゃないか。くそー、ここで迎え撃つしかないな。私がよ。普通助けに来てくれるんじゃないかなと思うんだけどな。まずいな。これは岸和田城が落ちるぞ。本当に城門が破壊されました。
死して逃さぬ。破られるな、縄文が。敵が城内に侵入しました。これは普通に戦っても負けるので、ちょっと一旦館から逃げましょう。教えてやろう、我が戦を。どうぞ。合戦なんだ。勝永は何してるんだ。始めましょう。報告いたします。マジか、勝永、何なんでその兵力は。が出陣できない。本気これ。ちょっと待ってくれ。マジで信じられん。これは冷たい仕打ちだな。どうすればいいんだこの状況。行状を始めましょう。報告いたします。100でいい、100でいいから出させてくれ。何もできない。勝永よ。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。すげえ数に攻められてる。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。行状を始めましょう。報告いたします。毛利勝永の5000が来てくれればしのげたのにな。遅えよ来るのが。我が方の城奪われました。行きます。遅すぎる。ご命令を。先月の終始です。また領地からやり直しですね。ただ一応あれか、持ってた領地は引き継ぎになってるな。よし、これならまだ再起が可能ですね。まだ戦えるぞ。岸和田城を取り返したな。よし、いざ参ろう。ご命令を。先月の終始です。これは八塚か。なんとも不甲斐ない戦いだった気はするんですけどね。今のは毛利勝永がちゃんと助けにさえ来てくれれば、そもそも岸和田城を失うことはなかったはずなんですけどね。ちょっと待ってください。敵は東部高虎2600、八塚が3600。これは誰だ。これも八塚の手勢2000か。これを勝永3600だけでは支えられないですね、おそらく。まあ援軍に行けと言ってくれれば行くんだけど。表情を始めます。先月の終始です。そしたらどうしようかな。公家町を作っていきましょうか。
で、まあ、この辺りは何でもいいかな。利水を奨励しろって、まだ無理だな。まあいいでしょう。じゃあ全国マップに戻りましょう。さっきの岸和田城の攻防戦がやっぱり納得いかないな。そして派遣してくれ俺を、じゃないと奪われるぞ。奪われたか。これが藤堂家のものになりましたね。大阪城だけか。先月の終始です。これは大阪夏の陣ではない、新たな陣。第二次大阪夏の陣がいつ起きてもおかしくないな。兵力も乏しい。藤堂家より人死者が来てますけど、まあこれは無視ですね。どうやってこの苦境を乗り切るか。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。岸和田城を失わずに済んだっていうのはね、くどいようなんですけど、ちょっとなんとかしてほしかったよな。では1個ぐらい合戦をやっておきましょうか。こっちの方が圧倒的に強いはずなんですよね。騎馬騎馬鉄砲鉄砲で編成してます、ね、城主になったさっきはもう足軽と弓だけでしたからね。さあ勝永が援軍できてますが、まあ、ここはゴリ押しでいいでしょう。雨も降ってるし。私がよ行きます。かかれ。雨が降ってなければ下がりながら、私がこれで決めるぞ。ここは引きます。鉄砲で打ちかけて兵力温存っていうのもね、もうちょっと効果的にできたかなと思いますが、今のは今ので精一杯かな。ご命令を。先月の終始です。そしたらまだ何もできないので、この辺りに無難に畑を作っておきましょう。動力不足か。今進出中なので、この進出が完了すればもう少しいろいろできてくるかなと思いますので、ここは攻略戦をやっておきましょう。早めに文武三つの部だな。私がやろう。私がやろう。私がやろう。始めようか。私に続け。私がやろう。
教えてやろう我が戦を。私に続け。私がやろう。私がやろう。私がやろう。引くぞ。よし、これで無難に敵を撃破しましたね。表情を始めます。先月の収支です。ここにあるのは砂鉄か。で、ここは森。うん、結構資源はありますね。製材所も次のターンでじゃあ作っていっちゃいましょうか。ご命令を。先月の収支です。で、次のターンでタタラバとかももうちょっと増設していきます。で、何のお話をしていたかというと、次回の海外遠征の話ですね。次回は、前にもお話ししているかもしれないんですが、10月に、もう一回タイに遊びに行ってきます。で、10月の次、は年末年始ロサンゼルスに行って、明けて年が明けて2月に上海の方に行ってきますと。ところで、まあ、2ヶ月に1回ぐらいのペースで海外旅行が入れられているので、まあ、精神衛生上は、まあ、それなりになんとか平静を保てそうかなという感じですね。もうやっぱりね、この社畜生活が続いているので、もう、うさばらしに海外旅行に遊びに行くっていうイベントを入れていかないと、結構精神的にきついですね。もう特に休み明け、海外旅行から帰ってきた明けの仕事、本当に地獄でしかないっていう。まあ、このね、僕はどちらかっていうと土曜日にまとめてゲームをして、まあ、お届けする動画を撮りためてたりとかもするんですけど、ミカミクスはコンスタントに毎日やってるようなんですけど、僕はどちらかっていうと撮りためてやっているんですけど、そういう意味ではこの土曜日にねゲームをやるっていうのと、その海外旅行に行くっていうのと、あとディズニーって、この3つがねもう趣味で、これだけのために生きているという感じですからね。さあ、だいぶ領地の方は敵の攻撃を受けていない間に、少しずつではありますけど、だいぶ整ってきたんじゃないかな。これからやっぱり敵の大軍団と戦っていくっていうことを考えると、それなりに兵力も必要になってきますからね。どうしようかな。この辺りに狩り場でも2つぐらいパンパンと作っておきますか。で、次のターンで進出をしていきましょう。というところで、時間が30分ぐらい経ちましたので、ちょっとじゃあ一旦ここで終わりにしてですね、次回には進出をして、領地をさらに、まあ、充実させつつ、敵の大軍を迎え撃つ準備をしていきたいと思います。
というわけで、ちょっとね、タイ旅行から帰ってきて一発目の、僕の動画投稿ということで、お付き合いをいただきまして、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。